行きましょう。やっぱ大変ですか、2匹。散歩してるとそれぞれが勝手ですからね。もうあちこち行っちゃって。でも良かったじゃないですか、2人仲良しで。そうですね、そこは助かってます。で、この一郎君の飼い主はいつ頃戻ってくるんですか？そろそろのはずなんですけど。どんな人なんですか？むっちゃ変な人です。むっちゃ変な人の犬、よく預かりましたね。まあ流れで。もし預かる前に戻れたらどうします？はい、あ、いや今自分の中でちょっと流行ってて、今の知識とか経験値をキープしたままあの時に戻れたらどうするかゲーム。何ですかそれ？誰とやるんですか？あ、一人脳内で。これ意外とね、無風ってなるんですよね。ゲームっていうか妄想でしょ。でも間違いなく人生うまくいくでしょう、脳内だから。過去の失敗だって何らかの糧になってるわけだし。出たー、若き日の苦労肯定派。そりゃそうですよ。ダメな自分だって認めてあげなきゃ。またいいこと言っちゃって。でも絶対嘘ですよね。あの時こうしてたらこうなってたのにって思いますって、必ず。そりゃ少しは思うけど。で、どうなんですか、その変な人から。一郎君預かる前に今戻ったら。まあ預かるね。え、そうなんですか？ならいいじゃないですか。ゲーム終了ですよ。はい。やっぱり当たると2人暮らしの時とまた違った感じありますね。3人暮らしは違いますか？なんだろう、家に命が3つあると家族感が出るというか。わかる。うちもじっちゃん飼い始めてガラリと変わったもん。そんなもんすかね。命2つだといつ別れるかわかんないけど、なんか3つだとこう結びつく感じするんだよね。ああ、そんな感じ。ただ大変ですけどね。じゃあ4つ目の命いっちゃいますか？え？あ、嫁取り。ああ、そっちか。もう1匹飼う話かと思った。なんでそうなるんですか？どうなんですか？ないない、犬で手一杯です。でも奥さんいると1人1芝で散歩できますよ。行っちゃってくださいよ、うん、私ね、昔から人間の家族に縁がないんですよ。え？あ、いや、そんな大した話じゃないんですけど、親父がとんでもない頑固親父で、おふくろがその頑固さゆえに家出てったんで。十分ディープですけど。嫌なもんでそういうとこ私もありまして。